はい、皆さんこんにちは産婦人科医の高橋玲奈ですいつもご視聴ありがとうございますコメントもありがとうございます本日はですね皆さんに大事なそしてビッグなお知らせがあります実はですね我が家に双子の赤ちゃんたちがやってきました、ね、具体的な経過については今後の動画でもお知らせするんですけれども2022年に妊娠しまして今年に入ってから赤ちゃんを出産しました で無事にですね、まあ、仕事とかもできていたんですけれども去年の、まあ、年末ぐらいに産休に入ったんですが、まあ、ちょっとその産休とかって結構まあパーソナルなことなので産休、まあ、とは言わずにちょっとしばらくお休みをいただきますみたいな感じでお休みをさせていただいたので、まあ、一応病院のホームページとかには え何月何日から高橋医師の外来はお休みですみたいな感じで書いてあったんですけれども、みんながみんなホームページを見たりするわけではないので、高橋の診察が受けられると思って受診してしまった人とかもいたんですが、それはあのご迷惑をおかけしました。まあ、なんでその公表してなかったかというと、やっぱりあの私産婦人会で妊娠出産とかって本当奇跡だと思ってるので、最後まで何があるかわからないっていうのもあったので、妊娠した時からま出産が無事終わるまで基本。 基本的な sns とかには公開しししないようにしよううに思ってました直接はお友達だったりとかにはご報告をさせていただいておりました。というわけで、まあ、妊娠中もちょこちょこ動画を回してたので今後妊娠中の様子だったりとか、まあ、ちょっと具合悪くて撮れなかった時とかもあったんですけれどもちょこちょこその妊娠生活がこうだったみたいなお話も今後 発信をしていいこうかなと思います。今はま退院してちょっと経つんですけれども妊娠生活もちょっと後期の方は結構きついところがあったんですが出産して退院してから本当にあの育児にバタバタっていう感じで世の中のお母さんお父さん保護者さんみんな本当に大尊敬っていう。 感じで,すではですね、まあ、ちょっと今後、えーとまあ、どの辺まで情報を出すかっていうのはまだ悩み中なんですけれども、まあ、子どもはまあパーソナルなことプライバシーをまあ尊重して、まあ、なるべくまあ小出しにしていくというか。 あ,のあんまり個人情報は載せないように発信をしていこうかなと思ってますなのでちょっと見せるところだけですね後ろ姿とかちょっとお見せしてさせていただきたいなと思ってるんですがちょっとこれからあの爆睡中なんですけれどもこれから目浴の時間なので起こしていくついでにちょっと動画でお披露目をしたいと思います もう1時間ぐらいで次の授乳の時間なんですけれどもその前に沐浴をしていきたいと思いますはい、はい、一人目です今まだ寝てます、うん、それでは、おはようこんな感じで今、うん、双子ちゃんがまだ寝ておりますね、うん これから、目欲をしていきたいと思います。ではですね、えっ、ー、と、まあ、これからちょこちょこ、あの、発信をしていきたいと思いますので、これからも皆さん、よろしくお願いします。ちょっと育児バタバタで動画の更新がおろそかになっちゃいます。あとは、今まで取りためた動画とか、まだ編集しきれてないやつがあるので、妊娠前の動画とかですね、まだこれから出していくと思うので、結構時系列がバラバラになっちゃったりしてますけれども、よろしくお願いします。それでは、産婦人科医の高橋彩でした。またねー。